準決勝ですね。準決勝です。大城選手は安定してますね。はい、強いですよね今年、はいはい、去年もから引き続き無双モードの大城プロと、なんていうんですかね、無双モードって言ってるのか、これが普通なのか、これが普通なんですかね。なんかね崩れないですよ。はい、なんですかね。ね、でもこれウィンブルですね。ウィンブル入ってますね。これは先行選ぶんでしょうか、やっぱりですかね。よりボーイ、うん、サラテ、グリップよく見えるのありがたい。そんなグリップ好きっすか。あれでも女子のスローも後ろからのやつは取れるんですか。後ろのスロー横後ろからのは取れるんですか。原プロ先行のはい、マレッジです。あ、そうか、ファットブルですもんね。はい、木原プロも一時確かお子さんですよね。そうですね、はい、結婚されて、結婚されてお子さんもいるので、はい、あのママプレイヤーですね。そうです、ママプレイヤーです、はい、大城選手のこう抜けたように見せてインブル入ったりしますよね。はい、これは多分縦の軸が合ってる頃なのかな。たまによく見るんですけど外れないですよね。うん、どういう木原選手も、いや上手ですね。同じように揃ってますもんね。中スロー中横から、はい、後ろのこの飛びをよく見てください皆さん。こういう風に飛んでるんですよ。その飛びを頭でイメージして練習しましょう。すると大城あかりの飛びになるかもしれないです。なるかも。いやそれはもう、はい、おこの木原選手の飛びは出だしが下向いて、そうですね、はい、グインってなんか、はい、この飛びはあのあれですよ、坂口幸恵プロとか、はいはい、がもう出た感じもう下向いて立ってたりする。大城選手はシンプルなこう綺麗に飛んでますね。綺麗に飛んでますね。これは身長とかもあるんですか。関係ない、目線があると思うんですよ。あの下から上に投げるのがイメージを取りやすい人と、うんうん、上から下に投げるのがイメージを取りやすい人 と真ん中の人がいるので。なるほど、はい、ただ一つ言えるのはどの狙い方も練習すれば克服できます。はい、絶対できます。そうなんですね。結果ダーツは練習したら全員が 100% 上手くなります。それはもう間違いなくだそうです、はい、なるほど。はい、ナイスアウト。はい、ダーツの矢先ほぼ真上に向いてるやん。あ、構えた時ですかね。ああ、はい、そこは多分そんなに気にしてないと思うんですよ。手首のこんな感じって思ったらこれをずっと同じにしてるだけで。女王の謎でしょ。先行大城プロのブレイク。そうですね、1レーク目が大城プロブレイクなので、はい、ただクリケット何が分かるか分からないですからね、はい、ちゃんとカバーできても、でも木原選手もここまで上がってきてるってことは多分自分なりの調子はいいとは思うんですよ。うわ
メージでこうポイって投げてる感じに見えますね、はい、あプッシュに戻ったんですか？戻りました。1本目が入ってないんですね。はい。ちょっとずれて、ちょっとずれちゃってますね、全体的に。の、なんだろう。なんでしょうね。ここは木原選手チャンス。うん、これ消したいですけどね。行くのかな。行かない。はい、シングル。いやー何本か行ってくる。さっきはねあれだったんですけど、一回ノーマークして、はい、あれと思っきや全然入れるよみたいな。なかったことになってます、ね。たまたまですっていう。ダーツは才能 1%、うん、努力 99% で必ずうまくなりますか。いや才能0でいいです。努力100でうまくなります。なるほど、はい、試合に勝つ勝たない別ですよ。うまくなるならない、試合に勝つ勝たないは運とかいろんなものがあります。そうですよね、はい、技術はみんなほぼ同じなんで、カードレーティングで、まあ、フェニックスでいうところの23とか4とかなんて練習したら絶対いきます。誰でもいきます。大枠さんいるんだ。60後ろの方にって書いてあるか、階段にってことですか。そうなんですね。いました卓一さんと、はい、その間に女王が詰めるっていう、はい、どっかここは今31点差、はい、一回止めたいですね。そうですね、だから枠を外すとちょっと厳しい。そうなんですね、やっぱり3がでもナイスカバーです、ちょっと展開が偏ってるので、はいはい、これ多分大城選手先行のクリケットですよね。そうです、はい、ここはもうしょうがないです、うん、なので次のクリケット、はい、そこにちょっと合わせていきたいですよね。そうですね、これは今同じ点数。おお、でも木原選手のこの動じない感じが、淡々と、なんか自分のペースで、はい、仕事をこなすかのような、うん、これまだ勝ってあら、黒ありますね。15点差なんで、はい、いやー行きたいっすよね。これ20、10なんて消しに行きたいっすよね。まず行かない。1本目がちょっと外れてるって、3本目にカバーしてくるパターンが、これね今のチャンスでしたね。クローズしてプルですね、はい、しっかりしっかり、うん、強いですね、はい、強いですね。やっぱあるのみですよ。ダイナスティカップには当然出ますよ、僕も。皆さん来てくださいね。
はまあまあまあ戻りますよね、ワンチャン残っちゃうんで。そうですね。おお、ほう、もう1本で5000万超えれますね。あー、ちょっと下だった。お、ここからこの決めにかかるブルの飛びを皆さん見ましょう。あー、あえてインブルだった、ね、なんなら1本いいですか、皆さん、ああやって投げるんですよ。2本見れるかなと思わせとおきながら、はい、1本でした。ま、素晴らしい1本でね、なんかでも着地の時に、なんだろう、飛行機が着陸するかのような飛びでしたね、今。うん、そうでしたね。はい、あの、だからあんまりダンスが暴れてない証拠ですね。選手の邪魔にならないようにハートマーク作ってくれって書いてある。ハート出してる。後ろで携帯見どこで開催、地方は来て、東京ですよ多分。そりゃそうですよ、カップ、はい、東京、ね、都内違うのかな、違ったら違っても知らないですけどね、多分 東京だと思いますよ。ここで木原選手はどうしても一つは取りましょう、まず。 そしてお、あ、次の01をブレイクしましょう。でもな、普通に4ラウンドで上がってきそうですからね。あ、ウエストプロがですか。はい、確かに。なのでナインダーツじゃないですか。上には上には、もうナインダーツは、はい、絶対行った方がいいと思います、女子も。そうですね、はい。おお、木原選手強いですね、なんか、はい、ここの1本トリプルが。ちょっと首かしげましたね、今。なんか感覚は違うだったんですかね、はい、右に。職人感が強いですね、木原選手。職人感強いですか。強いです、なんかこう、そこは外しませんっていう。これワンチャンですね。はい、大城選手が1本クローズ。入ってない、入ってない、シングルでした。木原選手はここはちょっと多めに盛りたい。クローズ、うーん、そうか、でも1本入ってるんですね。これこそ逆にクローズいっていいんじゃないかと思うんですけど、あえて。そうですね、60入ったところで、なんで18クローズした方が相手にプレッシャーかかるような気がするんですけどね。でも外すと、ただ60に入らなかった場合もこうなるんで、相手の勝手どっちにせよ、まあ、入る方でなんとか、ね、なんかこう、はい、相手の得点源を残しておくと、相手はやっぱりちょっと心にゆとりができるので、そこを詰めて外したら終わるよっていうプレッシャーをかけて、プレッシャーをかけて1本でもずらしたい、はい、まあ、相手は女王ですしね、はい、女王今しれっと8マークでしたけど、あれ9マークですからね、ほぼトリプルにしれっと出してましたけど。確かに、強いですね。いや、これでもまだ全然ありますからね。ここもワンチャンずっと残ってるんですよ。9マークになりますけど、
来ましたね。あー、きた。これクローズしないですか。ジャッジダブル。うわー見せますね。惜しい。で、点差が3点。どうするんだろう。クローズから。まあ、で、これをやると、この1本がシングルだったときに、相手に15点差になるんですよ。そうすると、15トリプル、15シングルでもクローズいっちゃえるんですよね。なるほど。はい。来ましたね。これもクローズしてもいいぐらいですね。上。ですよね。して、これもう一度戻る。うわぁ！シングルでいいから。で、後ろ選手はどっちだろう？ブルーから行くのかな？消しますね。結果論ですよ、はい、結果論最後の3本目ブルっていうのも面白かったんですよ。決してブルに1本入れると相手の方が点数勝ってるんで、押しと選手はブルから行かざるを得ないんですよ、うんうん、ここでハットトリック出したらひっくり返っちゃうんで、うんうんうん、そうですね、はい、これインナーに入ると逆転。うおーさあもうさっきからの木原選手も顔色一つ変えないじゃないですか。本当ですよね。いや、そーっとさすがですね。星野選手は3本で勝ち。さあ、あと1本。おーで、こういうことありますよね。そうですよね。いや、うん、そうですよ。100% 入るわけではないので、ここから流れが変わることもありますからね。ここ絶対締めておきましょう。ナイス。今のは、本店台。はい。これ BKB だろ。ブレイクキープブレイク。うん。声出てしまうわ。そうですよね。おお。ただ状況的にはやっぱり大城選手先行の0-1なので有利なんですが、ここもし木原選手がブレイクしたら5レグ目が熱いですよね。そうですね。流れは木原選手にあるので。ブル入ってましたね、木原選手、うん、これどうするの。このままの調子でいく。うわぁ、でもこれ大城選手のスコア次第ですけど、はい、おこれブルこれどうするんだろう。ブルーですかね。ちょっと微妙ですね。19、20からでもいいですし、ブルーです。ブルーですね。いや、ラッキーな数字。あとブルー5本。大城選手はここハットトリック出た後171って上がり目は出るんですが、はい、ちょっとハードルは高いです。そうですね。なおかつ外せない1本も、うん、もうみんな選手見に来てくれて本当ですね。はい、ありがたいですね。これはもう最低条件ですね。171で、木原選手は返したい。はい。
まあまああと2本。これはキャッチ次第で、いやー素晴らしい、すごいですね。131、まあ、お城選手はもうほぼこれ2択ですね、60、60、51か575757、あもう一つあるか、60574%、あ違う違う、5754。これで外したら上がりますわと。そうですね、プレッシャーかけてきましたね、言われてるみたいな感じなので、はい、ここは一つブルからですよね、はい、ブル19トリプルか15トリプル、19トリプル12ダブル、うわでも顔色一つ変えないですね。本当ずっといやね一緒ですよね、すごい。なんか逆にあんまりプレッシャーとかないですかね、出ないタイプなんですかね、出ないのか緊張してるけど顔に出てないのか。これどうでしょう、内に入れると上がりがなくなる、入れませんと、はい、はい、そうです、はい、入れません、いや、はい、今の嫌なんですけどね、34って内に入ったらもう相手に順番回るん で、はい、そしてあ反対山が浜野舞プロ、浜野舞プロが決勝に進出されてます、はい、